本日は美味しいコーヒーが楽しめるカフェ藤沼さんに来ました。それでは早速行ってまいります。楽しみ。こんにちは。あ、こんにちは。何かお探しですか？いや、いっぱい種類があるなと思って当店の豆は、はい、コーヒー業界でも市場の 1,2 割しか出回ってないスペシャリティコーヒーというコーヒーを扱っておりまして、はい、こちらが浅入りで中入りから深入りのご用になっております。あ、そうなんですね。で、はい、うん、コーヒーの器具がない方でも簡単にドリップできるようなドリップバッグ、豆バッグで抽出できるやつも、はい、ご用意しておりますね。そうなんですね、はい、じゃあコーヒー入れるの初心者の方にも安心ですね。はい、そうですね、はい、よろしかったら香り嗅げるようになってるので嗅いでみてください。え、いいんですか、はい、じゃあどれがいいかな。お、いい香りですね。こちらのエチオピアもおすすめです。エチオピアですか、はい、うん、あ、いいですね。じゃあ私これにします。かしこまりました。じゃあ、はい、ハンドドリップでお入れしますね。はい、お願いします。お客様が選んだエチオピアは、はい、メロン、ベリーのようなフルーティーなフレーバーのコーヒーになっておりますね。楽しみ、はい。4回に分けて抽出するんですけど、うんうん、はい、しっかりと豆の個性や旨味、甘みが出るようにゆっくりと4回分けて落としております。はい、ありがとうございます。いただきます。あ、酸味もあって甘みもあってめちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん、今の時期のおすすめってどんなものがありますか？はい、モカソフトがすごくおすすめです。え、モカソフトですか？はい、と店内のエスプレッソマシンで抽出したエスプレッソを北海道ミルクの原液に入れて、それをソフトクリームマシンですぐに製造してモカソフトをお作りしております。おいしそう、気になります。食べてみますか？いいんですか？はい。お待たせしました。モカソフトです。ありがとうございます。じゃあいただいてもいいですか？どうぞ。いただきます。うん、おいしい。あ、エスプレッソのコクもしっかりあってめちゃくちゃおいしいです。いや、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんにもチェックいただきたいですね。はい。ということで本日はカフェ藤沼さんにお邪魔しました。鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様お待ちしております。食べに来てねー。